佐藤ひろ子のこの街行ってランキング。こんにちは。栃木が好きすぎるシンガーソングライター佐藤ひろ子です。私は今佐野市佐野駅前に来ています。今回は佐野のケーキ屋さんでラーメンが食べられるお店があるということでやってきました。早速探しに行ってみましょう。レッツゴー。いちごとバナナだってこちらのお店にあるそうです。早速中行ってみましょう。ということで今回訪れたのは栃木県佐野市にあるいちごとバナナというお店です。昔ながらのケーキ屋さんって感じで、取材中もひっきりなしにお客様がいらしていました。店内にはイートインスペースもあって、コロナ対策もしっかりされていましたよ。いや、ケーキもいっぱい美味しそう。こんにちは。あのですね、このケーキ屋さんでラーメンが食べられるっていう今日って今こっち、あっ大変、あったこれだ、佐野ラーメンって書いてある。さあちょっとこれ一ついいですか。ぜひ召し上がってみてください。本当だ、ラーメンあった。わー、美味しそう。メンマとか多分チャーシューとかネギとかメンマとか。いただきます。うん、モンブランだ。栗の風味が深くてふわっと広がりますね。おいしい。うん、でこれがなんだろう、メンマ？うん、栗あ、モンブランって言ってたわ。栗だよね。そしてこれですよ、ナルト。どうなってんのこれ。これはちょっとお店の人に聞かないと分かんないかもしれない。いや、すごい美味しいケーキなんですけれども、こちらの商品のご説明していただいてもいいですか。こちらは下がカスタードクリームで、真ん中に当店での焼いているふわふわのスポンジで、その上に生クリーム、その上にあのクリアンを絞ってラーメン用にしている商品になります。カリカリ食感の、ね、ネギみたいなやつ、ネギはこれは実は好きなんですね。砂糖をまぶしてコーティングして、それを細かく切りまして、でそれをちぎらめてる感じになります。なので佐野ラーメンケーキを作ろうと思ったんですけど、当店は開店して20これで7年目になります。で佐野でずっとこの場所でやっているので、地元に根付いた皆さんに喜んでもらえる商品って考えた時に、ここは佐野ラーメンが有名なんだって思って、美味しいケーキにできたらなと思って考えました。じゃあ最後に、はい、今これ YouTube ご覧の皆さんにね、ちょっとメッセージをいただいてもよろしいでしょうか。その近くに来た際にはぜひお立ち寄りください。いやー、今日も本当に突然押しかけちゃってありがとうございました。こちらこそ見つけていただいてありがとうございます。これからもよくくまなくチェックしておくまでよろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。